どうも、みくまのネットの鉄です。先日山道を歩いていたらシーボルトミミズに出会いました。体長30センチほどある大きなミミズです。体の色は青紫色で光沢があって、人によっては気持ち悪いと思う人もいると思うんですけども、私は綺麗なミミズだなと思っています。動画を撮ることができたので、今回はシーボルトミミズについてお話しさせていただきます。江戸時代に長崎出島にやってきたドイツ人医師シーボルトが日本から持ち帰った標本によって新種として報告されたことから、シーボルトにちなんだ学名が付けられて、和名もシーボルトミミズと付けられました。日本産のミミズで初めて学名が与えられたのがシーボルトミミズです。日本固有種で熊野だけに生息するわけではなく、中部地方から西に広く分布します。熊野では地域によってはカンタロウとかカブラタとか呼ばれます。日本の民族学の創始者の一人でもある稲形熊楠は、熊野の山中に住む人がシーボルトミミズの肉を淋病の薬だと言って裂いて土砂を取り除いて、その肉がまだ動いているうちに食べるのを見たことがあるそうです。小さなミミズなら今でも漢方薬として発熱や気管支喘息の薬として用いられていますので、シーボルトミミズにも何らかの効能があるのかもしれません。話はシーボルトミミズから脱線しますが、ミナカタクマグスとミミズについてのお話をします。シーボルトミミズではなく小さなミミズのお話です。クマグスは子供の頃、ミミズが大嫌いでした。和歌山中学時代のある日、鳥山平久という博物学の先生に引率されて、クラス一同で山に植物採集に行った時のことです。クマグスはふと自分の足元にミミズが体をくねらせているのを見つけて、思わず悲鳴を上げました。その時、鳥山平久先生はクマグスに、これから自然科学の道を歩もうとしている君がミミズを怖がってどうするか、今日からミミズに親しむことから始めなさいと指導しました。クマグスはそれから毎日手のひらにミミズを乗せる訓練をしました。3分、5分とだんだん時間を伸ばしていって、そのうち平気でミミズを手づかみできるようになっていったそうです。子供の頃のクマグスがシーボルトミミズを見たらその場から逃げ出していたかもしれません。鳥山平久はクマグスが先生と呼ぶ最大の恩師でした。シーボルトミミズに話を戻しますと、シーボルトミミズはユニークなライフスタイルを持っています。寿命は2年で、同一地域では2年に1度しか産卵されません。同一地域では全個体みんなが同い年で、みんな同じに大人になって同じに産卵して死んでいきます。また季節によって大きく移動します。春から秋にかけては山の斜面に広く分散して生活しますが、冬には全ての個体が谷底に集まって越冬します。これらのユニークなライフスタイルは、身を守る武器を持たず毒も持たないシーボルトミミズが生き延びるために編み出した生存戦略のようで、ミミズを餌とする動物に対抗するためのもののようです。このようなユニークな生態を知ると、生き物はそれぞれの方法で数億年だか数万年だかを生き延びてきたんだなと改めて思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。